それでは本日結成された初代新トトロイデンガールズに入場していただきましょう。どうぞ拍手でお迎えください。あなたの心もスーパーキャッチ、初代新トトロイデンガールズの立花紫苑です。 TikTok に一番力を入れていて、TikTok で若い方から、幅広い方に新トトロイデンを知ってもらえるように、これからもっと力を入れて発信していきたいと思います。皆さんはじめまして、藤田かすみと申します。かすみんって呼んでください。運動が大の苦手で、スキップもできないぐらいハイパー運動音痴なので、そんな私が新トトロイデンガールズになれるなんて夢にも思っていなくて震えております。あ、怖いありがとうございます。ぜひうちの事務所の川田アナウンサーとね、一緒にスキップしていただきたいなと思いました。この度初代新トトロイデンガールズに選んでいただきましたさゆりと申します。私は現役看護師とタレント業として活動しております。私はこのメンバーの中で最年長であり、現役看護師ということもありますので、見ている方により身近に感じてもらいながら、働く女性のに勇気を与えられるような存在になっていけたらなと思っております。皆さんこんにちは、初代新トトロイデンガールズの綾瀬真央です。去年まではレースクイーンとして活動しておりまして、今はモデルのお仕事だったり、あとお仕事でも趣味でもコスプレをやらせていただいております。栄えある初代ということなので、なんかこう伝説を残せたらいいなと思っております。はい、皆さんこんにちは、初代新トトロイデンガールズに選んでいただきました川瀬萌です。キャッチコピーが綺麗なお姉さんの正統後継者というキャッチコピーでやらせていただいているので、それとあとこの中では多分唯一の黒髪ショートになるので、髪型でも分かりやすいかなと思います。皆さんはじめまして、新トトロイデンガールズの下光莉子です。私は高校3年間アイドルとして活動していたということもあって、歌うことと踊ることが大好きです。あら、セクシー。おー、おー、すごい。ああ、大丈夫です。ありがとうございます。皆さん、はじめまして。亀澤杏奈と申します。今回は初代新トトロイデンガールズとしてこの場でお披露目できること、本当に嬉しく思います。愛知県から今日は東京の方へやってきました。愛知県出身なんですけど、そこから、全国各地いろんなお仕事をさせていただいていて、今回はベルギーまで行けるということで本当に楽しみです。皆さんこんにちは、初代新トトロイデンガールズの雪音まりなです。本日はお集まりいただきありがとうございます。私は4年生の大学を卒業して、新卒で JAL の CA をしておりました。いただけますか、機内アナウンス。あ、機内アナウンス。じゃあせっかくなので、はい、まあ、JAL ではなく、まあ、新トトロイデンということで、お、ワンフレーズにはなっちゃうと思うんですけれども。 Good afternoon ladies and gentlemen, STBB Band for Belgium is ready for boarding. Thank you for coming and please look forward to seeing you. Thank you. おー、本当にこれから私たちの活動がスタートしていくんだという嬉しい気持ちで胸がいっぱいです。チームの皆様の魅力を私たちからたくさんの方にお届けできるように頑張ろうと思いました。